はいどうもー、翔平TV のりょうへいでーす。車椅子ソフトボールチーム八王子レクスタレティネガシラです。お願いします。お願いします。翔平乗っ取り企画第3弾、過酷なキャッチャー冬トレをって言っても、まあまた一人でできるトレーニングなんですけど、ド M っすか。ド M です。で、今回やっていこうと思うのはキャッチャースクワット、キャッチャーに必要な動きを、スクワットで練習していくという、下半身も鍛えられるしというような、おスローイングの鍛え方もできる、はい、一石二鳥ですね。そうですね、はいはい、まずやっぱスローイングって肩の強さも必要なんですけど、取ってからの速さも必要になってくるので、まあ、そういったところも練習していこうと思います。はい、それではうい今からちょっと僕今キャッチャーをやっていて、セカンド送球取ってからのスクワットやっていこうと思うんだけど、一緒に形としては、まあ、の送球の形取るときにこういう若干左足を前に出すような一歩出すような動きだと思うんだけど、これだと時間食っちゃうから、もうただ単に鍛えるのと体の反転を練習するって意味でこれだけで、上がりすぎだ。でもうこれが単純なんだけど結構効くから、まずはじゃあ大人なんで10回から。そんな10回大丈夫？いや、子供3回じゃん。じゃあ30いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。もっさいな。なんか悪影響与えませんか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？今の見てどうですか？キレが、あー年だ、キレがないって。それは年だ。僕らの方がキレあります。いやちょっと自信ないらしいです。とりあえず10回やろ。10回。そうです。はい、お疲れです。OK。どうですか？動きのスピードも、まあ、結構速いのかなっていう。まあどんどん続けていけばもっと今後体も成長してくると思うので。なるほど。やってもらいたいなと。なるほど。いきます。じゃあいきましょう。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。すごいね。はい、参りました。両兵、10回。またやんの？負けんな。またやんの？負けんな。負けんな。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、お疲れ。もう一回やっていくと思うので、まあ、始めた人じゃなくても全然できる練習かなと思うので、ぜひ続けていってください。はい、ちょっとさ、ボール投げでさ、一回こう形だけやってもらうよ。最短距離でこの手の動きをやってたから、この来たボールを耳元で弾いて、平地やると
投げてくるから、そうなんだ、その体勢に、まあ、ロス時間が短くなる、こうっていうのは、まあ、一応高校からキャッチャーで始めて、キャッチャーって浅いんだけど、ずっとそれは気にしてて言われ続けた。そうそうそう、はい、できましたけど、この動きどうでした？いや、めちゃめちゃ良かったと思うんですよ。やめちゃん負けてるけどね。なんか教わってまして、はい、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた綺麗